この動画では研究 IR で研究力の見える化ということで、私の国文献での取り組みについて紹介いたします。私は他の国文献の多くの先生方と違って、古典籍、国文学の純粋な研究ではなく、研究 IR という活動を主に行っています。初めてお聞きになる方のために、まず IR というものについて簡単に説明しますと、これはインスティテュートナルリサーチの略で、アメリカの高等教育から生まれた概念。2010年代後半から日本でも盛んにこの用語とともに自己評価の手法、体制として大学で取り入れられてきました。本来のアメリカにおける IR というのは主に共学の分野なんですね。学生を受け入れる教育機関としての大学において、その学部のカリキュラムの設定や学部税調査の実施など、経営や意思決定を支援する部署とその活動の総称だったのですが、日本でこの概念が入ってくる際に、論文ジャーナルの質的評価や論文数、引用数といった量的指標を測定して、機関の研究力向上に資する活動というのが広まっています。私の興味もデータに基づいて、どのように研究機関の研究活動が視覚化されて、それが実際に経営判断の役に立つのかというところにあります。では具体的にどうやってやるかというと、まず研究という活動、現象と言ってもいいと思いますが、どのようなデータ構造をしているかというのを改めて考えてみると、研究所の内外で人、つまり研究者同士が連携して一緒に研究しています。また研究対象としてのもの、古典で言えば古典資料、それから社会学では現実の現象というのが密接に関係しています。そして研究活動の成果として、自然科学の場合では多くの場合論文、人文学でも書籍といったような形で成果が公開されます。企業における営利活動と似ている部分もありますが、違う部分もあります。このように関係を表現するデータの形を数理科学では、ネットワーク構造と呼んでいます。この図を例として説明しますと、この一つ一つの丸が研究者です。これはノードと言います。そして研究者と研究者が同じ論文の象徴という関係で結ばれています。この線をエッジと言います。このように人を表すノードとノードが関係性を表すエッジで連結されているというのが分かると思います。これはある研究機関の公募の成果として収集された論文データを使っています。で、こうしてみますと、例えばこの方とかこの方が、研究グループ同士をつなぐ中心、ハブになっているというのがわかります。この先生がどんな研究をしていたか、探索的に調べていくことによって、今後の研究を推進する知見が得られるかもしれません。つまり、このデータからどうやって有益な情報を抽出するかが重要になります。で、このネットワークデータというのは本質的に大規模データです。分析のために、計算機とソフトウェアを活用します。これはネットワークデータを扱う専用のソフトウェア、データベースです。で、先ほどのデータを読み込んでいますが、このままだとデータが大きくてよくわからないので、データベースに問い合わせ、クエリをします。で、さらに部分的に抽出しています。で、今やっているのは、共著のネットワークに対して論文のキーワードを指定して、そのキーワードを含む部分的な箇所だけ抽出しています。この黄色い、丸がノードが、対象のキーワードです。そうすると、このキーワードを含む論文周辺の共著ネットワークが抽出されています。このように分析者が探索的に磁気管の活動を調べていくというのが IR の一つの手法です。では、国文献で研究 IR を実践する上で探索するべき機関の重要な特徴というのは何でしょうか。その一つは、国文献が保有し公開している膨大な古典籍の書史データベース群であろうかと思います。で、国文献はこの電子資料を誰もが任意に使える形で公開して、全国の国文学古典籍研究者の研究活動に貢献しています。このデータベースの貢献度のような指標を開発し、機関の意思決定に資する研究 IR の方法論を確立する、そのような活動を現在行っています。この指標も、前半に説明した古典籍データベースのアクセスをネットワーク構造として捉え、人間が解釈しやすい特徴を抽出するというアプローチをとっています。さて、この研究 IR という活動は、指標を開発する、適用するということを実践します。この指標を適用するというのは、何らかの評価軸で順位付けする、ランキング化するということと同じになります。研究 IR の場合は、研究者の業績も対象です。
重要なことは、指標の結果がそのまま機械的に適用されるということではなく、人間の意思決定を支援するということだと思います。人間では直接把握できない膨大なデータから有益な情報を取り出し、人間の判断を補助するというのが研究 IR のあり方だと考えています。ぜひ皆さんのご意見をお聞かせいただければと思います。ありがとうございました。